さあ皆さん、英単語の授業がやってまいりました。本日759回目の今日の表現はニュースアウトライン。さあ皆さん、意味はどうでしょう。報道機関ということでよろしかったかと思います。さあ問題は、なぜこのニュースアウトレットが報道機関という意味につながっていくのか。それにとはアウトレットの語源ですよね。さあ皆さん、左側ご覧ください。皆さん、アウトレットのアウトと言われたら外という意味でしたね。ですから、ニュースを外へ出す、そういう役割を果たしているのが報道機関ですよね。ですから、そういうようなイメージでつなげるのは難しくないかと思います。そして、せっかくアウトレット出てきましたので、2つ押さえていただけるとよろしいかと思います。まずは、カッコアでございます。皆さん、アウトレットと言われたら思い出せる意味、ありますでしょうか？はけ口ですよね。はけ口、もちろん、外へ出すものでございます。ので、定着は難しくないかと思います。じゃあ皆さん、胃の方はどうでしょう？展望という意味がありましたね。田辺さん、これもですね、我々の日常生活の中でアウトレットモール、聞いたことあるな、という方多いかと思います。もしくはアウトレットストアですね。そうです、お安いお値段で販売してくれるお店ですよね。ですから、そのイメージが店舗につながるのは難しくないかと思います。もちろん、お安いお値段で商品を外へ出すんですよね。いけそうですね。では、定着させるために書き換えますね。さあ皆さん、復習しやすいような画面に書き換えました。スクリーンショットする方はどうぞ。で、その後皆さん、画面の右側ですね、皆さんの指などで隠していただいて、で、丸1番から丸3番、そこに入る語をスラスラ言えるよう頑張って覚えてくださいね。ということで、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。